リンハローパラレールリリンパラレルのリントです。今日は、シェフィーとねサニーの身体測定をやっていこうかなというところでございます。6月の末の時点で、もうこの子たちの体重はこの子たちというかシェフィーの体重と身長全長は測ったんですけれども、その時に 21.5 センチの25グラムとかだったかな、シェフィーが。で、サニーはね、それをしてないので、シェフィーとサニーと両方とも身体測定していこうかなと思います。じゃあまずね、シェフィーからやるかな。よいしょ。はい、シェフィーごめんね。はいはいはい。あ、ごめんごめん。よいしょ。はい、シェフィーさんでございます。今ね、水浴びしてたんで、一回軽く拭いてあげて。で、まず体調をね見たいので、はい、よいしょ、ごめんよごめんよ、こうしてこうして、この状態でこう、はいはいはい、ごめんね。これであんた頭のところが今抜けてますね。見えますか、ここ。ひろ、あ、取れた。脱皮してますね。で、頭に合わせて、はい、ちょっとごめんよ。背中をスッスッスッと。あ、ごめんごめん。はいはいはい、ごめん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 。体長は22なんで、22.5 なんで1センチ伸びたのかな。6月末から、今7月の10日とかだったかな、なんで、あれですけれども。では次は体重ですね。はい、この間 25g でした。はい、ちょっと待って、暴れないの。あんたさっきおとなしかったのに急に暴れないの。この上にポンって乗っかるだけでいいから。はいはいはい、はい、乗っかって終わって、乗っかって終わって。はいはい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとおとなしくできないのかな今日は。はい、ちょっと待ってね。はいはいはい、28g ですね。はい、あんたそんな大暴れしないの。そんな大暴れしないの。はい、28g ですね。1センチ体長が大きくなって3グラム増えてる状態ですね。ちょっともう一回だけ念のためね、置いて、これ置いてからの方がいいかな。で、はい、置く。この方がいいかもね。はい、28g ですね。はい、じゃあ次サニー行きましょうか。はい、サニーごめんよ。はい、サニーね、そう、性別をね、そういえば鑑定してもらってですね、シェフィーが女の子らしいです。その鑑定してくれた方によると、おそらく女の子だろうと。で、サニーが男の子だろうということでございます。ではサニー体調測っていきますよ。スッと、はいはいはい、ごめんよごめんよごめんよ。はい、19.5 センチ、3センチぐらい小さいのかな。では次体重26。おお、やっぱシェフィーの方がちょっと大きいね。サニーとね、シェフィーだとシェフィーの方がやっぱり大きいみたいですね。よいしょ、今シェフィーとサニーと出しましたけれども、こっちがシェフィーね。2人とも出して落ち着かせるのは難しいね。無理だね、難しすぎるね。ね、色合いもね、まあ、ちょっとごめんね、2人とも。ちょっとヘッドコントロールだけさせてもらうよ。ちょっと
とだけ首失礼ですよね、はい、色合いもね、はい、こっちシェフィー、こっち3人ね、ちょっとごめんよ。色合いもね、こっちの方が少し茶い、黒めだね、黒い茶色だね。でどっちかったらこっちの方がオレンジ寄りの色、カメラで見ると分かりにくいね、うん、です。まああとはね、この子は生まれつき左足のね指がちょっとなくて、こっちは指がねちゃんとあるんですけれども、っていうところの違い。あとは頭のところもほら、こっちのこのシェフィーの方がね少し黒めなんだよね。でサニーはやっぱりちょっとオレンジっぽくって、うん、体格的にはやっぱりシェフィーの方がちょっと大きいね。うん、模様の入り方もちょっとここの縦のラインが、あ、ごめん。はいはい、ごめん。こうやって慣れてって、頼むから。うん、模様の入り方もちょっとずつ違うよね。どっちもね、ワイルドの個体で、原産国の方、国どこでだったか、どっからの輸入だったか忘れちゃったんだけど、ワイルドの個体をファームハッチだったかなって感じで、その繁殖はさせてるわけじゃなくて、あっちで入手した卵だったりとかを温めて販売されてるらしくって、兄弟かもしれないし兄弟じゃないかもしれないしみたいな、なんかよくわかんないっていう話でした。まあ多分兄弟ってこともないみたいですね。でもわかんないんだよねその辺ね。うん、まあただ人工的にね、この子たちが人工でね、こう育っていくっていうか、卵のこう繁殖っていうのをね、事例としてあんまりないみたいなんで、それ自体はうちでは難しいでしょうとずっと思っております。まあ、あと、サニーはね、預かっているので、名目としてはね、およそ半年から1年、うちにはいるとは思いますけれども、預かってる子にもなるので、まあ、そこまでやるかどうかわかんないです。あとは顔の特徴的にはね、こっちのサニーの方がちょっとシュッとしてるんでね、わかるかな。サニーの方がね、こうなんだろうな、長いと言ったらいいのかな、こう顔の部分がね。でこっちの方がね、ちょっとこう丸みを帯びてるって感じかな。こっちの方がシュッと、こうなんだろうな、どっちかって言ったらこっちの方がトカゲらしい顔してるよね。こう、鋭利というか、こう、なんて説明したらいいのかな、わかりにくいな。こう、すごい、こう、三角形でシュッとしてる感じね。先端がね。で、こっちはどっちかって言ったら少しだけね、丸いんだよね。ずんぐりとした感じ。だからね、表情もね、少し違うんだよね。だから、こっちの方がね、ちょっと強そうというか、わかるかな、言いたいこと。強そうな感じの顔してるんだよね。あー、ごめんねサニー、慣れて。でもシェフィーはおとなしいね。シェフィーだってもう見て、これ尻尾ブンブンもしないもん。ほらもう何されても、あー、はいはいって感じでしょこれ。でもね、こっちはね、ほらちょっと動かすと、ほら尻尾ブンブン振るの分かる？首もブンブン振るんだよね。この子はね、その元の飼い主さん曰く、飼い主さんもねちょっと忙しい方で、このお仕事でね、なかなかハンドリングする機会がこう取れなかったっていうのと、まああとちょっとズボラにしちゃってたなーとは本人が言ってました。なんでね、まだちょっと人に慣れておりません。あと噛むらしいです。私はまだ噛まれてないですけど。はい、っていうところでね、シェフィーとサニーのね、身体測定でございました。サムネイルをいつものごとく撮りたいので、こう置いて、こう置いて、ああちょっと、ごめんね、おとなしくしててくれるかな。喧嘩はしないんだけどね、この子たちね。こういう感じでサムネイルを撮ろうかな。
お、いい感じじゃない。あ、ありがとう。はい、ということでね、シェフィーとサニーのね、新手設定でございました。この子たちは暴れそうなんで一回戻します。はい、どうぞ帰っていいよ。はい、どうぞどうぞ。またね、次は8月入るぐらいかなの時に身体測定していこうかなと思います。ちなみに私の体重いくつだ。うん、エラー、当たり前ですね。はい、ということで本日は以上となります。チャンネル登録だったり、高評価、そしてツイッターのフォローなどね、よろしくお願いいたします。ぜひとも次回の動画も見てください。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。